木下優香です。今日食べるのはこちらです。じゃーん、セブンイレブンのいちごのシュークリーム、新発売だと思います。見たことなかったです。私税込み135円、カロリーが199キロカロリー。なんか春っぽいですね。桜の絵が描いてます。まだまだ寒いですけどね。早速食べてみたいと思います。見た目はもう普通のシュークリームですね、全然普通です。いちごの匂いします。いただきます。結構いちご感あります。なんかいちごのホイップクリームとカスタードクリームが入ってる。いちごのこの、あ、見えないね、種のつぶつぶが入ってますね。いちごジャムみたいなやつ。クリームも程よく詰まったって。あんまり詰まりすぎとったらブチュって出るじゃないですか。シュークリーム食べた時って絶対服がそれで汚れるじゃないですか。隙間空いとるけど、まあ、これぐらいがいいかなって感じがします。私としてはシュー生地もね、香ばしくて美味しいです。いちごのクリームとカスタードクリームが入っとる。じゃあ最後の一口いただきます。ごちそうさまです。まあ、いちごクリームが好きな人だったら普通に好きだと思いますね。私は結構好きです。クリームもね、入りすぎず程よく入っとって、まあ、クリームたっぷりがめっちゃいいっていう人は嫌かもしれんけど、まあ、食べやすいですよ、あれぐらいの方がね、っていう感じかな。そうですね。でクリームは結構もうトロトロの柔らかいやつで、トロトロの柔らかいやつですかね。とっても美味しかったです。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。セブンイレブンに売ってると思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。